ジャガー XJR-8 は、1987年、世界スポーツプロトタイプカー選手権用に、トム・ウォーキンショーレーシングが製作したグループシーカーで、ある。通常の 1000km レース用、ルマン24時間レース用の低ドラッグスペシャルの、XJR-8LM の2タイプが、存在する。デザインは、前作、XJR-6 同様トニーサウスゲートが、 担当した。XJR-6 よりもサービス性の向上が図られている。エンジンは XJR-6 と同じ V 型12、気筒だが、排気量は 6995cc に拡大された。モノコックはカーボン製で、サスペンションは XJR-6 を踏襲。タイヤ系はフロント17インチ。 リアは19インチと体型であることから、ドライブシャフトには角度が付けられていた。また、ダンロップと共同開発したコックピットからも、モニター可能のタイヤセンサーを装備している。デビューは、WSPC 開幕戦ハラマ。このレースで、デビューウィン、以降ポルシェ 962C 相手に開幕4、連勝、万全の状態で、ルマン24時間レースに挑んだ。 ライバルのポルシェが、億単価の低いガソリンに続々とリタイアし序盤から、レースをリードするもリタイアが、相次ぎ結局5位完走に止まった。しかしこの年の WSPC では、全従戦中発祥とシリーズを圧倒して、ポルシェを下し、初めてチームとドライバーの2冠を獲得した。ルマン十四時間レース用に作られた、XJR-8LM は、耐久性を考慮して、 ドライブシャフトに水平に取り付けるためにエンジンを前傾させて搭載。他に、カウルの肉厚化、リアタイヤスパッツの撤去等。U のディエールでの最高速度時速 370km を目標として、空力性能を向上させ、リアウィング、ディフューザーが小型化されている。またパーツ交換が短時間で行えるように設計されている。マシン重量は、 XJR-8 の 850kg から 880kg に増加した。ポールリカールほか、イギリス国内の各サーキットでテストが行われた後、5月10日、WSPC 第4戦、シルバーストン 1000km に、マーティン・ブランドル、ジョン・ニールセン組により3代目のマシンとして、主権参戦し、予選10位。 決勝は一時3位まで順位を上げるも165周でリタイアした。5月17日に行われたルマンのテストデーには3台が用意された。ドライバーは本戦に出場した7名のうちテストデーと同日開催の F1 第参戦スパに出場したチーバー、ブランドルを除く5名とアルミンハーネが参加した。参加者中四号車が一位、五号車が三位、六号車が五位の タイムを記録し、ルマン24時間への準備を終えた。ルマン24時間には、テストデーに参加した3台の XJR-8LM が出場。TWR ジャガーはドライバーたちに、一定のペースで走るよう指示し、チーム内での競争も禁止された。ありがとうございます。